このハッピーボックス結構あれだね、洋服とかがあるけど、まあ初期のその序盤から結構あれだね、世界観を外していく感じなのかな。なんかあんまり関係ないようなあれだよね、フィッシャーマンの服当たるのかな。ちょっと一回これ引いてから久々の動画なんでスタートしたいなと。あー、まあいいか、経験値、装備強化か、まあいいでしょう。よし、こうしばらく投稿しない間に皆さんもらったですかね、2ヶ月記念と長期のメンテナンスでジェムをね400もらって、それでついにね、俺もね星5のキャラクターをゲットしたんで、その動画をねガチャをするときに撮ってたんだけど、それがなんと声がめっちゃ小さくなって全く聞こえてないっていう、まあね、こういうことがね、一応ねテストして撮ったんだけど、こういうことがあるからね、PC はちょっとねなんか嫌だなというところがあるんだよね。まあ、そんなわけでね、ちょっとそれをここに挟んで編集して挟もうと思うんで、ぜひねちょっと見てもらおうかなと。まあ、そんな感じでね、ついにね星5を手に入れて、できれば接近戦ができるキャラクターが良かったんだけど、まさかのね、
錬金術師。なんかあれだよね、こう運命的なものを感じるね。最初に選んだ職業の星5をゲットしちゃうっていう。でもね、なんだろう、接近戦のキャラが良かったなと思ったんだけどね、全体回復の技を持ってるんで、意外とあれもしかして使えるんじゃないのって感じがしてます。で、ライフをその投稿しない間に結構いろいろライフかじって、またねジェムが328あるんで、ちょっと400貯めて、ちょいちょいね貯まるたんびに40で回してたんだけど、やっぱりね400貯めて回した方がいいのかなと思いながら、また400貯まったら、ガチャのね動画をやろうかなと思いながら、せっかくね動画撮るためにガチャ回さないで待っといたんだけど、ほらまだ王国剣士とか傭兵とか魔法使いをね楽しみに撮ってるんで、ちょっと今釣りをやってる感じだね。まあ、ちょっと久々にマルチ行ってみるか。じゃあここにパートナー変えさせてくれ。ちゃんとこんにちはってして、もう久々にマルチ、ずっとねソロでレベル上げとかして、まあ、ちょっとお金とか稼いでたんで、マルチ自体が本当に久しぶり。他人のキャラクター見るのがもう久しぶりなんだよね。なんか重いね。この全体回復すごくいいんだよね、これ。氷はいいよね。氷を何人か、3人ぐらいでやるとすごい経験値が高い。でも、おお、そう。相変わらず、あんまり変わってないんだな、このクエスト。ちょい重いね。なんかあれだよね、他の職っていうのは、そのものを作る職でも戦えるように調節したらしいけど、なんかあんまりそんなに、なんかねそんなに、まああんまりね強くなったら意味ないからね、傭兵する意味がなくなっちゃうんで。まあ、いつもの感じだな。あれね、キラキラめ、キラキラめ。そのうちあれだろうね、新しい職とかも出てくるかもしれないね。みんなもう多分あれでしょう、相当
やり込んでる人がたくさんいると思うんで、うん、丈夫な牙いいね。金貨手に入れられるんですよ。まあ動画にするとあれだよな。街はね、まだ全然整理してない感じだね。もらっとこう。卵焼きかな？あ、カブトムシ。これか。弱いけどいいかな。こんにちは。あ、いいねこの帽子。これはね、できる。こう寝転がって余裕を見せつけるという。お、来た。いいね、ハク。はい、こんにちは。強そうだね。そうそうそう、あれだよ、そのリュシカをね、そう手に入れて、お気に入りでちょっと育ててたんだけど、これ多分言ってないというか、動画じゃ出てなかったよね。そう、リュシカはね、今度レベル上げしようかなと。ライムの次に。なあ、ちょっと見えないな。MP が SP がね、だいぶ。まず弱いからね、回復量はそれでないんだけど。強いからね。別に魔法使わなくてもこの道具箱から出てくる回復アイテムで回復できるね。あ、でももうちょいレベル上げてみて、スターダストヒールがすごく使えるようになってくるから、一人ね、回復アップして魔法使いとして、まあでもそれだったら魔法使いいいのか。そっか、魔法使いいいのか、難しいとこだな。微妙なとこだな。どうすんの。あの帽子いいな、なんか多分いいな、弓矢に合ってる。チャージ、おー危ない危ない。わ、600も回復できるんだ。全然いいな、これ役に立たない。
やっぱでもあれぐらいになったら、主人公っぽいか。もうちょいレベル上げないとね。なんか珍しいものが、お、野獣の皮。今仲間がこんな感じだね。石か。別に増えてない。このオランドとイアンが人気が出そうだよね。うん、リリーもねレベル上げしてるんだけど、なんかこう極端にめちゃくちゃレベルが高い人がまだいないんで、まあ、こんな感じになってます。まあ、この辺にしとくか。結構ね、ガチャが武器が被りまくったり、同じ斧ばっかりだったり、なんかなんだっけピッケルばっかりだったりと、仲間も被りまくるし、なんかねそういうのが結構多いなと思いながらね、またちょっとジェムがね溜まったらガチャをやりたいなと、まあ、そんな感じで終わります。